どうもドロップロのミッツァです。いつもありがとうございます。今回はフェアウェイウッドはハンドファーストで構えるんですかという質問を受けましたので、それについてお答えしていこうと思います。フェアウェイウッドはどうやって打てばいいかよくわからないんだけど、こういう悩みを持っている方結構多いですね。こういう方はまず構えから正してあげると正しいスイング、理想的なボールの飛びにつながっていきますので、ぜひ最後まで見てみてください。私、三ツ矢は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいています。皆さん、本当に頑張ってますね。一つ一つ頑張りましょう。動画を見てくれている全ての方、本当にありがとうございます。感謝しています。皆さんのゴルフの上達にちょっとでも力になれれば嬉しい。そんな風に思っています。それでは、早速いきたいと思います。フェアウェイウッドはハンドファーストにするのかどうか、このまず結論から言います。ハンドファーストにしてください。必ずなります。ボールを地面の上から打つ場合は、必ず横から下から打つことはできなくて、上から下に向かって振り下ろします。ですから、その形を作り出すためには、ハンドファーストの状態でなければいけません。ただし、この手の位置が極端にこんな感じで前に出てしまうと、これは正しいハンドファーストではありません。そもそもアイアンでも正しくありませんが、この手の位置はグリップによって形が決まります。グリップの握り方が正しい形で握られていれば、おのずとハンドファーストの状態になるんですね。ですから、するというよりもなると思っていただいたら大丈夫です。ですから、構えた時に手の位置は左足の股関節の前あたり、少しハンドファーストの状態で構えていきます。ハンドファーストかどうかというのは、もちろんボールに対して手の位置ではあるんですが、当たる瞬間は左側に体重が乗りますので、より前に行きます。なので、構えているときは極端にはなりません。ですが、自分に対しては左側、真ん中よりも左、股関節の前あたりにある。この形でハンドファーストになりますので、この構えをハンドファーストで作ってあげて、そこから基本通りのスイング。そうすれば正しくボールを捉えることができます。このように一つ一つの形というのは質問、まあ、疑問、そういうことも基本原則に立ち返っていただくのがすごく大事になります。一番原理的な、一番原則的なこと、それはグリップにあります。ですから構えもかなり原則的なことではあります。スイングからすれば構えというのはスイングに入る前の形ですが、構えを作るというのもグリップを握るというところが一番最初にやるべきことなので、ね、まあ、構えはグリップも含んでいるといえばそうなんですけど、でもクラブを握る、ここの形というのはとにかく一定の形が望ましいので、それによって構えがどう決まってくるか、そうするとハンドファーストの状態、手の位置が前に出た形になるというのは必然的なことかなと、そんな風に理解して解釈していただくといいと思います。そうするとそこからスイングに入っていけば、ボールは理想的に飛んでいくような形になっていくということです。まあ、こんな感じで打つ前の形を作ってあげるのが大事かなと思います。じゃあ、フェアウェイウッドをこのハンドファーストの状態でどうやって正しく捉えていくかということですが、そこはさらに左側に体重移動をしていかなければいけない。右の膝をぐっと送り込んであげる。そうすると、左側に手の位置がさらに行きます。さらにハンドファースト。構えているところよりも、さらにハンドファーストの状態が強く、状態として作り出されます。そうすると、ボールを上から捉える形になりますので、例えば、こんな感じで後ろに体重が残ってしまうというのは、もう手が後ろにあるんですね。体全体が後ろにあるんですね。そうすると、せっかくのハンドファーストの状態を作っても構えで、当たる瞬間がそうなっていない。それでは正しいボールの飛びにはなっていかないんですね。ですから、せっかく作ったハンドファーストの状態、極端じゃないですよ。少しです。本当にちょっとです。自分の真ん中よりもちょっと左にあるぐらいのもんです。そんなに極端に考えなくてもいいです。ですが、こっちかな、こっちかな、どうかな。そうあまり考えずに、グリップを握り、そのまま素直に落としてあげる。そうすると構えは自然にできますので、この形を作り、左側にしっかり、体重を乗せて振り抜いてあげる。そうすればフェアウェイウッドは決して怖くない。構えを正しくハンドファーストの状態にするということをしっかりと理解してやっていただければ怖いものはありませんので、ぜひ形をしっかり作って練習してみてください。
皆さんのこの形、フェアウェイウッドね、ボールが遠くへ飛びますから、ちょっとブレ幅が大きかったりしますので、構えがすごく大事になりますので、頑張ってやりましょう。最後に高評価、チャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。